フトルはまあ僕は本当に地元だったんであので地元の上にどちらかっていって本当にそれまでは「がいれ」って言うとそれこそじゃあ,あのサンプラザ中野とか武道館とかまあ、まあ、NHK ホールとかっていうような感じだったところにうん、うん、本当のそのそうじゃない箱が現れて。うんうんで まあかっこいいなって、そのなんかバンドともまたちょっと違ってバンドはまたほら。例えば下北みたいなとことか、また高円寺みたいな文化とかいろんなところある中で。あと渋谷のかっこいい文化と。その音楽とか融合している。場所で。まあかっこいいなっていう。印象だったね最初はね。中学生俺たちあの。同い年なんですけど。 1988年というと本当に中3か、うん、86があの中1なのでで行ったのはもう割とその後しばらくしたのはね僕がね中3では行かないよね中3ではでもね中3でほらガンズ行ってるからガンズ行ったからお母さんと一番後ろの <laughs> それはもうだ中三ではライ,後ろライブは行ってるのよ ライブ行ってるんだけどやっぱり武道館とか、うん、そういう,う、まあ、マイケルとかねでっかいの、ねまあ、でっかいのだったっけど、うん、クワトロで多分一番最初に行ったのはねビブラストーンズかな近田春夫さん<ー>ビブラストーンズに行ったのは覚えてるけどそこら辺で他の外体とか誰かでもその文化っぽいっていうか、うん、まあね確かにあとそのね あれがあったわけ。あのフライヤーが、ああはいはいはいおしゃれな、おしゃれなんでその武道館とかさフライヤーってないじゃないまあまあ確かにあったとしてもまあチラシみたいな、ねうん。一公演一公演の<ー>でクアトロはこういうフライヤーにそのさ。 カレンダーみたいな感じで書いてあってあああの人も来るんだってあ次こことこやるんだみたいなそう,、ね、そういうのないよね普通はね確かに確かにその目当ての一人だけのがああいうあのまあクラブとかだとよくあるけどカレンダーみたいな、ね、そう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 <ー>クラブ文化ではあるああいうさこのファンみたいなそうそう今日ここで何やってんのかなみたいなあ来月何やるのかなって見るとあ,<ー>あ何日に誰来るんだあこっちも行こうみたいなうだそういうちょっとその集いの まがあねだから当たり前と思いつってるけど確かにないところにあれできたら画期的やんな。画期的でさ昔その頃それこそ例えば行ってないけどニューヨークのなんかそういうクラブとかライブハウスのとか見るとやっぱそういうなんかフライヤーとかさ日程表みたいのがあって「確確かかににだなんてこいつとこいつが出るんだこれは」みたいななんかそういうそのライブ音楽なんだけどまさに。 名前通りそういうクラブ文化も踏まえているみたいなまああとお酒とかも飲もうと思えば飲めるわけやもんなまあ飲もうと思えばね飲もうと思えば飲んでないいや売ってるやんいや違う違うその頃はねその頃はそれは飲まへんけどでもほらやっぱりライブハウスでのドリンク売っててとかって武道館とかではそんなないやんそういうイメージはうん確かに僕はやっぱの京都だったんであのまあただ あのー、母方の出身地が新宿。 なんですよだから話結構してると思う本当？うんだから生まれたのも僕東京千代田区生まれやから最近なんでやねん千代田区生まれ千代田区東京警察病院で俺生まれてんねんから東京警察病院母親は捕まったと思ってずっといや捕まってない田中角栄も入院してるぐらいの一流の病院や捕まってから田中角栄の捕まってからちゃうわまあ捕まってから倒れた時ねともかく俺もそれは思った最初。 東京警察病院で生まれてるから母親はどっかで逮捕されてたんちゃうかと思ってたけどそうじゃなくてまあ東京はあのその盆とかお正月とかは帰ってきてたからあのま,あまあ親しみはあってんけどでもねやっぱり92年に東京に上京してきたんで大学入ってでまあそっからですね僕もクアトロとかをちゃんとその自分のものとして捉えてまあそこまでは京都だったんで、うん、クアトロってでも聞いてなかった うん、でもその名前はは知ってたとは思うね、まあ、当時でも、ね、<の>ネットとかもないから、うん、なんか僕らはむしろやっぱほらクアトロ知ってて、うん、逆に言うとその小さいいろんな種目的いろんな箱は本当にアなんないと知らないじゃんだからむしろどっちかっていうとライブハウスでやっぱ渋谷のクラブクアトロっていうのがこう一個指標として、うん。確かに ああったよ、ね、あったたねねだから東京でそのバ,だバンドでライブとかあの中あ大学1年生とか2年生の時と始めるとやっぱほら「ラ・ママの昼」に出たりさなんかオーディション<の>オーディションで9、まあ、もまだなかったから1回か2回出たことあるもうボロカス言われて<ー>店長さんみたいな人がなんかこう言うわけよこう<の>お前はダメだみたいな。 えでコントロ信号がなんでやねんけど芸人さんやろそっちの俺赤信号じゃなくてそれに出てたら俺ここにいないしまた別に「マまマ」っていうとほらもうコント赤信号ってイメージあるライブハウスでしょ基本的には半分半分でしょ別にそうですねだってイエローモンキーもスピッツもやってたわけですミスター・チルドレンも出たんでしょだから僕らよりちょっと上の世代は「そのままの夜でいっぱいにして」みたいなイメージもあったけど でもそれよりもさらにで大きいからクワトロってラ・ママはさそういうんでオーディションみたいなのあったのあったっぽいよい昼間は出れてんお金払って<ー>でそこからなんかそのよければ夜も出てだんだんお金をむしろこうもらう側になれんねんけど<ー>昼間はむしろなんかそのまあオーディショコンテストっていうか若手用の<ー>それは出たことあるよ クアトルはもうやっぱそのなからトも,うじゃんもうすでに夢、うんうん、で有名の人が出るっていうさだからもしかしたらあそういうシステムあったのかもしれないけどそういういいイメージないよ、ねうん、だから実際はあの俺95年ぐらいに「スター・ワゴン」ってバンドとか「エレクトリック・グラス・バルーン」とかああまあそれこそ「サニーデー」とかも出てくると思うけど、うん、ああいうバンドのまあちょっと自分の先輩がクラブあの下北のライブハウスいっぱいにした後に。 クアトロででやりますみたたいいなのを見に行ったっていうので、うん、だからお客さんとして「クラブクアトロに来たというよりはもうその頃になるとむしろこうちょっとバンドの先輩が出てるからまあなんかあう、うん、まああの見に来たみたいなのは<あ>でもまだまだそ,のそういう人らでも最初はそんないっぱいじゃなかったりとかして、うん、でしばらくしたらもうだって俺たちもデビューし,したりすると僕キリンジと初めて 対ししたたのはクアトロでしたねあ、ほんと96年か97年も彼らが黄色い、CD、シングル出す頃僕らも黄色いシングル出したの黄色いなんつうか EP みたいに出したのキリンジがあ、CD じゃなくて最初のィーズの CDCDCD CD CD なんやけどあ<ー> EP ア、まあ、キシシングルってあるよナチュラルの「<ー>雨を見くびるな」とか多分入ったんちゃうかなあ,<ー>あ,ああいう頃にバンして<ー>それが多分初クアトロやと思うノーナ・リーブスはね<ー>めっちゃ嬉しかったの覚えてるけど。 やったーと思って。とき朝子さんとか見に来てくれてた、もうその時シンバルズやったかやらへんかぐらいの若い後輩ってんけど、<ー>う,んうん、<ー>やった、やってたよね君ら僕らはだってやっててまずでもほらお客さんとしては僕はガイガイタールも見に来てた。あれジェリー・フィッシュとか見に来あ、いいね、好きな、好きなジェリー・フィッシュ。ジェリーフ・リーフィッシュであのほら下に本当にそれこそ下にとか階段並んでもう一列目取ってみたいな、うん。 結構やっってたよずっと学生時代,学生時代プリンスとかのアフターショー行ってた時代そうそうそれよりちょっとそれより前かまあ一緒ぐらいだ,だからそれを当にでさたまに意外と出るようになって分かるとそこら辺うろちょろしてるじゃない顔とか出る人って人ってっていうかさその別にそのいわゆるね,ねすごく完全にシークレットで通っていけるわけでもないもんね。うん、とかじゃないじゃない。うん、だから意外とさ あのこっちの方が早く入ってたりすることあるお客さんの方が入ってるって並んでる会場に入ってないけどシュウって通ってたり絶対一つ目取りたいからと思ってさ6時ぐらいに始まる公2時とかから並んでると後からスッとなんかさそのお目当ての外体がパって通ってきたりしてあーっ思ったりするのもそうです出てます結構僕らはだから違うほらあのデビューがクワトロなんです僕らが94年に 東京ナンバーワンソルセットが初めてワンマンバトルでやるっ、はいうん、であの売り切れ、うん、そこであの大学3年生やん君早いな大学3年の時に、うん、その渡辺エイビーを出そうってなったはい、はい、渡辺エイビーはホフ・ディランって名乗ってそのデモテープを配せはい、はい、あ一人で一人でコーネリアスみたいな感じだもう一人 まあコーネリアスっていう感じでもないけどコーネリアスっていうものではないどコフ・ディランという名前でデモテープを作って配ってたわけでそうなんやあそこかそう最初は一人の変名やったんや変名だったんでそれを小沢健く君とかスチャダルとかソウルセットの川く君とかが聴いてなんかこいつ面白いやつがいるとでスマイルはまだなかった学生時代に作っっててた曲があ あのソウルセットが、そのクワトロで初めてワンマンやるっていう時に、じゃあ、こいつを出そうと。うんうん、こいつ前座で出そうってなって、それで、でも、言っても一人だから。うん、で、できないわけ。あのライブもやったことない。弾き語りしかで、弾き語りもできなかった。った最初。まあ、いや、できるだろうけど、うん、やったことなかっい。人前にも。出たことない人だった。でも、作ってただけだった。そうそうそう。<ー>で、それが出るってなって、じゃあ、で、かき集め。 かがき集められてンー天品川夕日天品川夕日がかき集められてクワトルで初めてだからすごいじゃん本当にデビューというよりももうそれがなかったらやってないかもしんないやってないソルセットがクワトルでワンマンやってそれ呼ばれたから組まれただけで最初はサポートするつもりだったの先輩というかそう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 だからホフディランは本当クワトル渋谷クラブクワトルで生まれたんですよへえ その時五人組ぐらいだったってこと？その時は六人だったんだけど、まあ、だんだん減っていって、<laughs> だんだん減っていってってうかまあ,そう <laughs> あのまあだんだん減っていって、ね、ういうい <laughs> だんだん減ったんだよね。だってそこがさもう頂点みたいなものあ、まあ、一番の最初はクワトロのトロ、ね、満杯のクワトロ,ワトロ確かに90年でしょ？誰も知らないわけです。すごいなでも。知りようもないからで初めて出てきてるから。まあそうだけどね。でもやっぱりそれはすごい。だってもう俺もう。ああ 94年なんてもう本当お客さん2人ぐらいだったもんうん本当に人何人組だったいや1人とか5人でもうね、まあ、2人はちょっと薄だけど少なくとも友達あああのサークルのああバンドの仲間と見,見せ合ってみたいなああだから本当に純粋なお客さんはクラスメートの何人かに来てよっつって来たとかああその時にあのクワトロで満杯だったっていうのはやっぱその早咲きですよ。あのね ホグでも本当にクワトロとはもうお付き合いが長くて、うん、でそのクワトロでライブやったじゃない、うん、次に出るのがクワトロの下にあったウェーブレコード屋ウェーブからあのスカッあスカパーじゃねえやあのー、あれが、えー、スペシャルが毎日中継やってたんだよね、うん、へえだってなんていう番組渋谷,渋谷派パンチ え、渋谷派パンチっていう。渋谷派。渋谷派。パンチ。パンチ。ンチ覚えてるね。ああ<ー>。<laughs> <laughs> そんな覚えてるほどでもない。あそう渋谷覚えて。渋谷派パンチ。歴史の商人の番組があったわけ。<laughs> <laughs> はいはいはい。つまり夕焼けにゃんにゃんですよ。スペシャル版の。はいはいはい。夕焼けにゃんにゃんがこうは、とかがこうあの帯に。ああ。だ向こうは。なんだっけ。向こうは。向こうまあ、四時ですよ。だ四時ですよ。だ。警視五とかね。そう、警視五。まあ、カンカンとか。ざまあカンカンとか。そうそう。大阪京都はもう絶対四時ですよ。で見てた。見てたでしょ。見てたから。あの四時ですよ。あの夕焼けにゃんにゃんが。五時からだったの。四時ですよ。だとかがあって。なぜか。うん。スペシャル。はい。はい。同じようにやってたけど。夕方の帯の。うん。 誰がやったええその時はね司会はね日々違ったんだろうけどあのドラゴンさんとかドラゴンさんもいたけどもっとしみくんの奥さんええとしみくんの奥さんえっちはるさんちはるさんはいはいはいちはるさんとしみさんのキャップはそうそうそらその元奥さんちはるさんとかちはるって普通に言えばいいとかいろんな人があやってたんだけど次がそこだったの うーんそこから中継で生演奏するって言ってだからあのライブもクワトロ始めめし、そしいういわゆるメディアみたいなの出るのもまあクワトロというかうあそこが初めてだしうもうものすごいもう,もうクラブクワトロの大適任者やな俺しゃべるいやもうだから俺ほらこっちの足向けてるでしょもうこっち向けられないもんんま<お前> <laughs> や 平行に向けてる。実際にこっち行かないんで、でほんまあ,あっちにも向けるないの。あっちもこわタレでしょ。あっち、実際にあ。あっちじゃない。こっちこっちこっちか。こわるレケツ向けてる。ケツ向けてるけど。<laughs> <laughs> そうですよ。